皆さんこんにちは、チームゴールです。タケです。青井です。本田裕介。せーの、ガムちゃんです。で、これは食べるやつ、食べていい。これ食べていいやつなんですけど、匂い嗅がせるだけじゃん。ただ食べてもあれなんで、はい、今回は、はい、もう2023年も終わります。はい、2023年を振り返ろうでございます。振り返ろう。海鮮欲しかったな。欲しかったね。なんで食べてる。なぜいない。マクドの中に海鮮が。海鮮が。やっとしたら海鮮食べなくなると思う。ごめん、ありがとう。今永遠に。いただきます。いただきます。じゃあ喋っていきましょうか。せっかくだから、はい、さっき何コーナーってか、タムチ。うわ、すごいね。これ一人で買ってきたらやばいね。いただきます。お願いします。牛乳いただきます。ビヨン。わぁ、美味しいな。やっぱ美味しない喋った。懐かしいな。喋っていきますか。うん、じゃあ喋ってなかったか。まず一つ目のデマトーク。言葉は聞こえてないよね。まず一つ目は、YouTube をやるようになって分かったこと。分かりますか。伸ばせ。ああ、そんな簡単に伸びないよ。そうかな。あと大変ね。うん、あのスタッフさんも含め用意してくださるって考えてくださるね。じゃあこれ、じゃあ編集する。編集すごいやし。よし、一応しんどい。用意して、片付けして、ほんま、買ってきて、あローションからなんだらなあ、あのスタッフさんが死ぬほど大変そうっていう。大変な。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、かな、俺は今日は意外と結構取ったのがすんごいギュッてなるんだなっていうか、まあそういうもんですよ。なんかやってみてやん、それって、うん、ここ使われるかな、あ、ここはカットなんだみたいな。ジェイちゃんはこれも言ったらもっと簡単に伸びれるもんだな、うん、と思ってたものが全然、これ面白いなって思ってるものが伸びんっていう難しさ、うん、YouTube の難しさに気づいたなーっていう。じゃあどれが伸び取ってんのっていうのをちょっと知りたいよね。これを機にちょっと。それはね、うん、あります。あ、マジですか。おお。トップ10が。マジですか。例と合うんですか。もうこれ先行っちゃう。逆に。逆にね。分かった上で喋る方がいいかも。うん。第10位から。はい、はい、伸びた順。再生数が一番大きい。おあ、5点。はい、はい、第10位、アラサー男5人が視聴者の恋愛相談に乗ってみた。あえ、それ第1回目。第1回目の方、民泊の時や。第9位、はい、アラサー男子が夜の質問にリアル回答。誠一さんとタカさんのエチエチ質問。いや、あれはおもろかったもん、うん、続けてきたね、そっちに質問系が。俺ね、友達から連絡よくんだよ。それであの YouTube 見たけど、あれ大丈夫なんて。へぇ、そのコンプラ的に心配されてんの、あんたたちのグループ的に、うん、大丈夫なんじゃない、うん、余裕やで、それだ。で、あと本音がすごかったっていうか、うん、なんか、うん、こう聞いてて、見ててマジで分かるというか、うん、マジで包み隠さず言ってるやんというか、うん、普通やったらちょっと格好性でさ違う回答したりとか、うん、それはずやねんけど、うん、もうまんま、うん、まんま生々しさが逆にいいんだよ、いいみたいな。第8位が、うん、誠一の自宅初公開。誠一も強っ。いや、あれ、マサヤよ。まあ、マサヤ君もいる。初音がね。うんうんうん。しかもそういうのを公開してなかった分もあったし、うん、気になってるのな、うん。第7位、100の質問に大勢初挑戦。もう、大勢ピンできたか。大勢。100の質問、まあ、みんなやったな。みんなやった中で大勢が、はい、8位ってことね。第6位。6位は捕まったら殺伐ゲーム、全力鬼ごっこチャレンジ。いや、最近だよ。画面崩壊。一旦それはそうだね。あれか、大胆か、大胆か、あれマスクかぶっとった、あの、大勢が共通事故にやってた。あれ、面白かったもん、楽しかったもん、うん、面白かった。あれ面白かった、やったら俺らも面白かった、うん、ちょっとテレビっぽい企画になった。第5位、もう5位いく、一回ここまで、一回ここまでじゃん、一回トークテーマ的に、うん、次のトークテーマで決まってきますか。企画に挑戦してみたいとかあれば、結果的には伸びてんのって、うん、伸びてる今ランキングまだそのトップ分からへんけど、うん、基本的になんか夜のこう質問であったりとか、うん、お客さんのことで答えてみたとか、うん、全員がマジでやってるやつが意外とちゃんと見られてるというか、うん、いや俺なずっと昔から言ってんだけどさ、ワンコそばしたい。誰が一番のワンコそば王になるか。大食いってこと。早く大食いか。大食いだな。あと、ニューニューニュー再来。ああ、再来。それで言ったら、劇場に出てみたい。そう、それをドキュメントで撮るっていう。で、マジで出て、で、その会場の空気も
だとしたら M1 出たい。で、M1 に出るためのロードっていうのを俺らだけ目指してるんだけど、ちょっと1年間追ってって、その1回戦敗退で、すごい結果や。面白い。1年間そうやって見てきた人からしたら。で、近いけど、俺もドキュメント形式もおもろいと思うねんな。どういうドキュメント毎日じゃあ路上してる風景で、今日1枚って、ほんまにリアルに何枚売れた、もう全部発表する。その理由でどうなったかを見たいかなって。じゃあ継続的に見るかね、それって。いや、そうやねん。でもまたこんな感じやろうなって、再生数はどんどん押していく。でもそれ、その中で違うことをしようよっていう。最初はオープニングトークがあって、うん、で、そこで絶対にその結果を報告してから、問題の方、うん、YouTube のやつに行くっていう。これは失敗だったんじゃないかと思う企画。ここはもう1個あります。これは1個あります。え、せーので言う。せーの、イケメン調査。それはそう、ほんまにそう。ほんまにそう。じゃあね、伸びないし、いや、イケメンっていう、そういうのもそうやし、自分で言いたくない。調査って言って、増やすのはめっちゃいいのよ、でもチャンネル増えるのは。うん、あれはね、結構しんどいな。あ、なかなかね、わかるわ、あれは。でしかも、あれのテーマって、レンタルイケメンやから。これ俺イケメンでしょじゃないのよ。この中に書いてあるやつしますよ、はい、だから、うん、ただの一発ギャグ披露大会みたいなやつやったら登録してもらうための、うん、あれはダントツ1位やな。他別にないやな。あ、ぐちゃぐちゃな食べ物、うん、鍋、うん、あ、鍋、あれもダメやな。ちょっときつかったな。食べれんかったって。俺食べ物ダメやねんな、うん、っていう意味ではリンゴと米が一番ああ、無理やった。米がびちゃびちゃになったのが一番食うやったな、うんうん、あれがでも3位とか2位に入っとればやるしかない。やるしかないそしたらみんなが求めとることやろ。それはやるよ。次行きましょうか、うん、個人的に一番好きだった、楽しかった、なんか嬉しかった企画。はいはいはい。俺はまあこの勝手な個人のやつに、僕の妹が作った自作カルタをやみんなに。ああ、面白かった。え、昨日の10万騙されたじゃなくて、実はなかった。いや、なかった。あれおもろかったな。あれも面白かった。見返したらおもろいけど、俺は本気で撮りに行ってたから。でもいいね、家族のね、うん、作ったものが企画になる。いや、めちゃくちゃ嬉しかったし、それをみんなが楽しんでやってくれて。いや、おもろかった、おもろかった、普通に。意味わからなかったもん、うん、あ、俺は俺は良かったの、うん、良かったと言ったら、あの誕生日みんなにお祝いしてくれて、嬉しかった、うん、企画といえど、うん、なかなかその誕生日みんなでご飯行くとかないし、うん、ないな、うん、なんかあの感じがすごいほっこりしたというか、うん、すごい嬉しかった。センチャーどうですか。まあ、キヨのそれ、あ、10万円、うん、あとなんやろな。え、でも最近もあったな、うん、そんな企画あっていいみたいな。あれクリスマスプレゼント、シマノプレゼント、あれ普通に嬉しい、普通に嬉しい。あれを定期的に挟めればあれは2ヶ月に1回でもいいんで。いや、だってあれさ、ほんまここ、俺なんだろう、俺らがもしこれさ、うん、YouTube 例えば10万人、20万人いてて、うん、ほんま再生回数もなんだろう、10万、20万回ってる、うん、僕たちのこう YouTube チャンネルやったら、うん、まあまあわかるかなと思うんだけど、うん、今の僕言ったらこのなんて言うんですか、僕たちのこの不甲斐なさで経費として1万円を、うん、5万をここにかけてくれてる、うんうん、視聴者プレゼントとかもなくやん。そうやね、うん、なんかご褒美やったもんね。なんだろうな、ご褒美、ご褒美、何やろって思った。体育館系も面白かったよ、普通にシンプルに遊ぶ系、うん、鬼ごっこもしかり、うん、パン食い競争のやつも、うん、そうやけど、大食い系よくやったよね。大食い系ね、うん、そうやね、そう思ったら、あのカツ丼もそうやし、あの大勢がってなっとった、キヨか、俺もあいつ、大勢が表彰されたやろ、うん、俺らナポリタン見てる側としては、あの目隠しめっちゃおもろかった。目隠しの、あ、いやや、まあ、楽しかった、見ためちゃくちゃおもろかった、うん。テーマあと一つあります。OK。またやりたい企画。もう喋った。またやりたい企画は、まあ、プレゼント。俺は大勢なの、スケボーのやつ。いや、
あれ再始動のあれじゃないですか。あれもっと前です。ハッシュタグ全部、うん、そうそう。スタッフでやってみたい。あれは俺らがやりたかった。あの人生罰ゲームは好きやったけど。いや確かに、ね。まあ、あれいい、あれいい、面白いね。あれこそなんか続きもんっていうか。でしかもあれめちゃくちゃ凝ってたよな、ね、確かあれって。俺あれ好きやったけどな、あの全員が酔っ払って歌詞考えるやつ。あ、うん、あ、あれほんま普通に歌詞考えた時、普通に実際今のもそうやん、ちょっと近いよ、そっち系、うん、あ、今作って制作してる曲ね、そう、てかレコーディングの様子とかもがっつり YouTube 入れるのもありやったもんけどな、ね、うん、ほんまにランキング、あ、やった、え、ちなみに2023年上がった本数は172本、うえぇ、ありがとうございます、おえ170? プロ野球選手みたいな、初めてから YouTube、うん、通算、うん、5位いきましょうか、はい、よし、第5位、イケメンがコリドー街で逆にお待ちした、あれはもう、それでもね、文章に引きがすごいあると思うの、うん、ね、中見るやん、中見るやん、中見るやん、これなんかいい、あっこまでか、センター合わせをね、進めセンター合わせを、進めセンター合わせを、センター合わせをね、だあれ、頭だ、あれ、マジできつかったな、ダメの声が出たもんな、1時間ぐらいただ歩いてないんですよ、ね、てか、ナンパなん、逆なんなんて、うん、ようされへんで、ないと思うよ、そうだよ、街中ではないと、うん、だって、されてないもんね、うん、だって、取れたのなかったもんね、中には、そう、だから俺らとしては終わった後に、これ、うん、大丈夫だよ、マジボスやな、それが5位だよ、何よりもしのいでる、多分3000回狙ってました、4位、4位いきましょう、はい、もう出てくるじゃん、おうち系歌、どうだ、第4位、恋だろ、え、あ、清高、あ、4位なんだ、4位か、これ結構上位だった、気になるわ、その上位が、確かに4位、え、次3位ですか、歌いいってことですか、次トップ3、はい、はい、第3位、バレンタインだからイケメン同士でキキキス選手権、やめよう。やめよう。やめよう。本当。みんなさ、俺ちょっと純粋に質問やねんけどさ、伸びてんだよ、もう。TikTok しかり、うん、こう YouTube しかり、わかんない。なんで、なんですか見たいのそれが何何て言ってんの、それ、これが3300回。新も。それが3位。3位。はあ、サムネもね。トップ3が。確かにね。じゃあ、2位いきますか。2位いきますか。第2位が高木柔道部100万回の愛楽、あー、あったね、ほら、歌なの、やっぱ歌なんよ、そうじゃん、歌なのよ、あったね、まあこれは多分あの動画を上げた順やな、まあそうだね、な、だって夏やもんな、あれあげたな、それは勝手に伸びていくや、聞こうと思う人が、で、1位はじゃあ何、おうち、みんなの、いや、そうなってくる、何が違うな、何、頭欲しいじゃん、いや、そこまで言ってないって言ってたよ、ね、まだ言ってないんだよ、それで頭お尻来たら、もうすごいよ、頭お尻芸人として活動してくれる、頭お尻中やろ、ほんまにわからん、ほんならいいですか、はい、家である、第1位、うん、大人気の頭お尻ゲームをやった、おーい頭お尻ですか、はいはい、やっぱり、ね、ちょうどだって4000くらい、4000くらい、ダントツで5200回、バズってたもん、テレビの企画でやってて、それを有名な YouTuber さんも続々とやってたんで、どんなルールやろうっていうので見て、あ、それで抽選なんだよ、中見てみたら、うん、そんなに見てもらう、シリーでな、そう、そこで見てもらうチャンスがあるわけやから、うん、でもこいつらは、うん、こいつらの頭の尻は違うみたいな、うん、他の見てきたけどみたいな、うん、そこはあったらよかったやろな、うん、けど2回目やったもんな、2回目ならもう多分その旬がさ、要は一発目でしょ、一発目のもんね、あの時がマジのタイムにやったから、うん、まあまあ2023年、うん、まあ、たくさんまずは見ていただきましてありがとうございました、ありがとうございます、もう172本をこう考えてくれる人がいて、用意してくれる人がおって、で僕らが実際これをしていただいて、でその先には見てくれる方がたくさんいらっしゃって、うん、ほんまに改めて、うん、まあ、感謝だと思ってますし、うん、まあなんか僕らがの内側をよ多分よく見れるのってこの YouTube しかないじゃないですか、うんうん、基本ライブで見た、うん、路上で見た、うん、とかいろんなのあると思うんですけど、うん、そこで内面ってのは見れるんですけど、そういうところで多分お好きになってくれてとかでもあると思いますので、うん、まあ、これからもね大事にして、一本ずつ撮っていきますので、なんか皆さんたくさんコメント、ほんまにこれです、
目標はほんまにここです。本当にそう、皆さんのコメント、まあ100件ほぼ目標ですね、いけるように僕自身も頑張っていきたいと思ってますので、2024年も変わらずよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、この動画が面白いと思った方、チャンネル登録、グッドボタン、コメント切り抜きもお待ちします。以上、GUM ガブでした。キス入っとったか、すべてにディープキスって入れとこう、うん、で、サムネも全部にキスしてみたらいいんじゃない。本当にみんな男同士のキス求めてんのかな。女性が見てんの、どうやろ。大勢はどう思う。うん、大勢言ってごらん。おじわるにボビーあれ、バケモン